マサルの勉強部屋、ネットワークスペシャリスト直前対策。今回は LACP について一緒に勉強していきましょう。はい、お世話になっておりますマサルです。今回は LACP について勉強してみましたので、アウトプットしてみたいと思います。それでは今回の話の流れをお伝えします。まずは LACP とは何かという話をして、次に STP スパニングツリープロトコルの問題点についてお話しします。そしてスパニングツリーの問題点を解決するためのラグであったりスタック接続の話をしてみたいと思います。そして最後にパケットトレーサーを使って LACP の動きまで見てみたいと思いますので、どうぞ最後まで楽しんでいってください。それでは行きましょう。LACP というのは複数の物理回線、リンクを論理的に一つのリンクとして扱うことでリンクの冗長化を実現する技術です。これは IEEE の 802.3AD で規定されています。このあたりも細かいんですけど、試験で聞かれることがあるかもしれないのでしっかり覚えておくといいと思います。 IEEE802.3AD です。この LACP のメリットは物理リンクの冗長化、利用帯域の増加、そして負荷分散です。このメリットを図にすると次のようになります。まずメリットその1の利用帯域の増加は、こちらにあるように2本のリンクを論理的な1本にすることで単純計算で2倍の帯域が利用できるようになります。そして物理リンクの冗長化というところでは、例えば片方のリンクが切断されてしまってうまく使えなくなってしまったとしても、2本のうちの1本が残っていればそちらのリンクを使って通信を継続することができます。そして次、負荷分散。一般的には送信元 MAC アドレスを使って負荷分散することが多いです。なので左のユーザーがデータを送るときには左の回線を使って、右のユーザーが使うときにはこのように右の回線を使うと、このように送信元 MAC アドレスを使って負荷分散することが多いです。あとはメリットの話ではないんですが、このように LACP を組むときは一見ループ構成になるような配線をします。LACP の設定をしないで単純にループ配線をしてしまうとフレームがループしてしまうので、そこは要注意です。今お話しした LACP のメリットの中に物理リンクの冗長化という話が出てきましたが、従来はスパニングツリー STP によって冗長化することが多かったです。しかしスパニングツリーには問題点がいくつかあって、今はこのような LACP が使われることが多くなってきてるんですが、ではこのスパニングツリーの問題点は何だったのかっていうところをまとめてみました。スパニングツリーの問題点は、まずはブロッキングポートの計算が複雑だったんですよね。このようにスイッチをループで配線したときにスパニングツリーが働けば、そのうちの一つがブロッキングポートとなってフレームがループしないように止めてくれているんですが、このブロッキングポートをどこにするかっていうところは管理者が意図して設定した方がいいんですが、このブロッキングポートをどこにするのかっていった計算が少し複雑だったんですね。そしてスイッチがもし追加されてしまうと再度スパニングツリーの計算をし直す必要がありました。なのでせっかくブロッキングポートを決めたのに再度構成が新しくなると、またブロッキングポートをここにしようといった計算が必要になったということですね。構成変更するためにスパニングツリーの設計が必要です。そしてスパニングツリーには問題点がまだあって、正常時にバックアップ回線が使われずに無駄なリンクが存在するという点です。これがどういうことかというと、通常時はこの赤く書いている線を使って通信を行います。もし障害が起きた時はこのバックアップの回線に切り替えて通信を継続することができますが、障害が出ていない時はここの経路が無駄になってしまいます。もちろん VLAN を使って分散をすることもできるんですが、またそういった VLAN を使うっていったところで設計が難しくなってしまうっていったところも問題点でした。なのでスパニングツリーのこのような問題点を LACP を使ってうまく解決していこうといった取り組みがよく行われています。ではどのようにスパニングツリーの問題点を解決するか見ていきたいと思います。スパニングツリーの問題点をもう一度整理しておきます。一つはブロッキングポートの計算が複雑なこと、もう一つはスイッチが追加されるときなど構成変更するたびにスパニングツリーの計算が必要であること、正常時にバックアップ回線が使われておらず無駄になってしまっていること、
バックアップ回線が無駄になっていることに関しては VLAN をうまく使って分散することができるが、それに関してもやはり設計が難しくなってしまうといったところです。ではこの問題点を LACP を使って解決してみたいと思います。まず LACP の場合はループの配線になっていたとしても論理的には1本のケーブルとして扱います。つまりまずはブロッキングポートという概念がありません。ブロッキングポートの計算は不要ということになります。なので最初の問題点であるブロッキングポートの計算が複雑といった点はこれで解決できます。そして次にバックアップ回線が無駄になってしまっているという点ですが、 LACP の場合であれば両方のリンクを利用します。なので無駄な帯域は発生しません。後で説明しますが、送信元が偏ってしまうと負荷分散ができない場合があります。ここは後で詳しく説明します。なのでスパニングツリーの問題点であるバックアップ回線が無駄になっているっていう点もこれで解決できます。残りはスイッチが追加された場合など構成変更で再度計算する必要があるといった点ですが、これは LACP だけではなくてもう一つの技術を組み合わせて考えられることが多いです。それは LACP とスタック接続ですね。このような2台のスイッチをスタックケーブルというもので接続して仮想的に1台にして、さらに LACP を使って1本のリンクとして扱えるようにします。少し説明が遅れましたが、 LACP によってリンクをまとめることをリンクアグリゲーションといって、リンクアグリゲーションのことをラグと書いたりします。このようにラグとスタック接続をすることによってスイッチを追加した時などの構成変更も複雑な計算が不要になります。ラグとスタック接続を使うと物理構成としてはこのような図にはなるんですが、論理的にはものすごくシンプルになります。論理的には1台のスイッチが1本のリンクでつながっているような構成です。とてもシンプルです。このようにスパニングツリーの問題点である複雑な計算というところは、現在はラグやスタック接続をうまく使ってシンプルに運用していくっていった方法がよく取られています。それでは最後に今回勉強した LACP の動きをパケットトレーサーを使って見てみたいと思います。まず見てもらうのは MAC アドレスによる負荷分散です。送信元 MAC アドレスによって負荷分散されるんですが、よく特定の端末からしか通信が発生しない場合は負荷分散できないんですよっていった注意書きがあるんですが、これがどういうことなのかっていうのを見てみたいと思います。そして最後に障害試験です。片方のリンクに障害が発生した時に切り替えができるのかを確認してみたいと思います。それではパケットトレーサーの画面に移動します。はい、それではパケットトレーサーの画面に移ってきました。このスイッチ間で今 LACP を使ってラグが組まれている状態です。それでは早速負荷分散されているのかっていうところを見てみたいと思います。では PC0 からこのサーバー0に向かってピングを打ってみたいと思います。それではサーバーに向かってピングを打ってみます。 PC0 にこのようなデータが生まれました。この通信経路を見ていきましょう。はい、 PC0 からスイッチに届いた時にこのスイッチの FA0/1 と FA0/2 どちらを使うか見てみます。そうするとアウトレイヤーズの方を見て FA0/2 の方から送信されることが分かりました。見方を説明しておくと、インレイヤーズがスイッチに入ってきた時の通信なので FA0/3 から入ってきて、アウトレイヤーズは出ていく時の情報なので FA0/2 を使っていることが分かります。なので PC0 は FA0/3 から入ってきて、下の FA0/2 を使ってデータが運ばれていくようです。サーバーにデータが届きました。サーバーからの応答があります。このサーバーからの応答はどちらを使っていくんでしょうか。見てみたいと思います。サーバーからの応答はインレイヤーズで FA0/3 から入ってきて、アウトレイヤーズは FA0/2 です。なので下の回線を使って通信することが分かりました。このように PC0 とサーバー0では下のこの FA0/3 の回線を使って通信しています。では次に PC1 からサーバー0に向かってピングを打ってみたいと思います。それではピングを実施します。そうすると PC1 からスイッチ0に届きました。スイッチ0ではどちらの経路を使うんでしょうか。インレイヤーズで FA0/4 から入ってきて、アウトレイヤーズでは FA0/1 から送出することが分かりました。なので PC1 からの通信は FA0/1 を使うことが分かりました。ではこのサーバー0からの返信はどちらになるのでしょうか。サーバー1からの通信はインレイヤーズとして0/3から入ってきて、アウトレイヤーズは FA0/2 を使っています。
なので PC1 からサーバー0への通信は FA0 すら1を通りますが、サーバー0からの応答の通信は FA0 すら2、下の経路を通っていることが分かりました。このように送信元 MAC アドレスによって負荷分散するので、それぞれの通信がそれぞれ別の経路を使って通信し合っていることが分かりました。特定のサーバーとのみ通信する場合はあまり効率的な負荷分散にはならないということが分かったと思います。それでは最後に障害試験をやってみたいと思います。 PC0 からサーバーに対して連続でピングを実施しながら FA0 すら2の配線を削除してみたいと思います。問題なく FA0 すら1に経路が切り替わるかどうかを見てみたいと思います。では PC0 からサーバーに向かって連続でピングを実施します。念のため見ておくと、この通信はアウトレイヤーズとして FA0 すら2を使っていますので、この下の経路を使って通信している状態です。ではこの FA0 すら2のリンクを削除します。はい、削除しました。削除しましたが、ピングは一発もかけることなく通信を継続できています。念のため通信の内容も見てみたいと思います。スイッチ0に来ているアウトレイヤーズの状態も FA0 すら1を使ってしっかり通信できていることが分かりました。スパニングツリーの場合は経路を切り替えるために計算する時間がかなり必要としていましたが、 LACP の場合だとほとんど時間がかからずに経路が切り替えられているようです。このようにすぐに切り替えられるというのも LACP のメリットだと言えます。それでは実習は以上です。通常の画面に戻ります。はい、パケットトレーサーお疲れ様でした。 MAC アドレスによる負荷分散の動きと、あとは障害試験としてリンクに障害が発生した時に切り替えができるのかを確認してもらいました。障害試験に関しては私思ってたよりかなり早く切り替えられたなといった印象です。皆さんはいかがだったでしょうか。それでは今回は LACP についてお話ししてみましたので、最後に学習内容をまとめていきます。今回は LACP についてお話ししました。 LACP というのは複数の物理回線を論理的に一つのリンクとして扱うことでリンクの冗長化を実現する技術です。 IEEE802.3AD で規定されています。メリットとしては物理リンクの冗長化、利用帯域の増加、そして負荷分散です。そしてスパニングツリーの問題点についてもお話しました。ブロッキングポートの計算が複雑であったり、スイッチを追加した時などの構成変更で再度スパニングツリーの計算をする必要があります。あとは正常な時にバックアップの回線が無駄になってしまってますよという話です。このスパニングツリーの問題を解決するためには、ラグを使ったりスタック接続をうまく使うことによってスパニングツリーの問題を解決することができます。そして最後にはパケットトレーサーを使って LACP の動きを見てもらいました。基本的には MAC アドレスを使って負荷分散をしています。そして最後に障害試験も見てもらいました。スパニングツリーと比べてかなり早く回線を切り替えることができていました。はい、それでは今回は LACP についてアウトプットしてみました。いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録いただけますととても嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。